稲葉実は日本の政治家、滋賀県知事を3期12年にわたって務めた。1929年、滋賀県愛知郡で生まれる。洋海市中学校を卒業後、立命館専門学校を中退し、1946年に滋賀県に入庁。水政課長、企画部長、総務部長などを歴任した。1982年からは、 当時の竹村正義知事の下で副知事となり、その後、竹村が衆議院議員選挙へ立候補したことに伴い、1986年の滋賀県知事選挙に立候補、当選した。この際、自民党、社会党、公明党、民社党、塾、社民連の6党の推薦を受け、以後2回の選挙でもこれらの推薦を受けている。知事に在任中は、 文化行政に力を入れ、滋賀県立大学、滋賀県立琵琶湖博物館、琵琶湖ホールという文化面の三大プロジェクトを実現させ、立命館大学の琵琶湖、草津キャンパスも誘致した。琵琶湖空港や新幹線新駅の誘致など、交通政策も推進した。また、25年間続いた琵琶湖総合開発が在任中に終了している。1987年には、 JR 西日本が県内の東海道本線の愛称を JR 京都線としようとしたことに抗議し、琵琶湖線という名称が作られた。また、県の気候改革に取り組み、縦割りを排除した琵琶湖環境部を国の反対を押し切って設置し、1987年には女性職員の制服を廃止している。なお1991年には、 がらき高原鉄道列車衝突事故が起き、在任中で最も辛い経験だったと語っていた。1997年に腹膜炎で手術を受け、翌年の知事選には立候補せず、正解から引退。1999年11月3日、君に当局日、重光明を受賞。2006年10月15日、心不全で死去。77歳坊つ。 稲葉知事の引退後の知事選挙で自民党は県総務部長だった国松義継を他党と共に推薦した。しかし後継者の選出に際して党内では意見が分裂し大阪府副知事だった吉沢県が大津市や草津市の自民党市議らに押され県水道庁だった高井八義が一部の自民党県議に擁立されそれぞれ知事選に出馬している。 この背景には、滋賀県知事を約12年間務め、新党先駆け結成直前まで衆議院議員で自民党滋賀県連の会長だった竹村正義の影響がある。国松は竹村知事の時代に大阪府からヘッドハントされ、竹村に立場が近いとされたため党内で反発を受けた。しかし、 他党の推薦も望めること、現職だった稲葉も県の官僚を望んでいたことなどから国松が後継者に選ばれ知事選に当選している。ありがとうございます。